はいどうも。ちょっと今日はね、ちょっといなくなっていたですね、赤崎さん、今後どうしていくか決まりましたんで、一応報告だけしとこうかなと思いまして。なるほど。ちょっと赤崎さんが、えー、赤星マシマシ TV を、ちょっと抜けます。脱退。まあ、卒業まあど、ど、どれ, <laughs> どれでもいいんだけども、はい、出ないよというふうに、うん、え意思表示をいただきまして、はい、同居をね、 ちょっと解消するってことになったんですよね。そうですね。はい。はい、赤崎さんが、その、最初は一緒に住むことは全然もうもちろん OK だったんだけど、なんかどうやら一人の時間を大切にするような性格、うん、になってきてしまったと。それでちょっともう同居も厳しくなった。 えー、ということみたいなんですね。で、まあ別に同居ができないってなると、かなりマシマシ TV 的にもですね、あの、アフレコとかができないし、はい、まあもちろん彼にも負担になってしまうっていうのもあるから、うん、仕方ない。 まあ一人の時間が欲しいっていうのは同居してたらなんかあるからね。まあそうですね。うん。だから分からないことじゃないので。それはちょっと尊重しましょうということになりました。この動画には赤月さん出ませんが、すみません、最後のちょっとご挨拶もできないんですけども、赤月さんね。あの、亡くなったわけじゃない。亡くなったわけじゃないんだけども、今後は僕と瀬尾の二人でラーメン屋さん行ったり、アフレコをしたり、 たまーにこうゲストさんが来てみたり、いいもしかしたら3人目入るのかなありえますね。僕をクビにしてもいいですし。いや <laughs> いや、いやいや困りますよ。<laughs> なんでもっと負担が増えちゃう。<laughs> まず、はい、新しい同居人が来るかもしれないっていうのが1個なんだけど、プラス、マシマシ TV に別のレギュラーが入るかもしれない,い同居人イコールじゃないですかそしたらもえ絶対。 そうなるとは限らないです。小食の人が来ちゃったらちょっとね、ベジタリアンの人来ちゃったりしたらちょっとまずいですからね。<laughs> <に>ええー。イコールじゃないのでそこがちょっと。はいはい、あ、だからまとめると、ちょっと赤崎さんは、脱退、マシマシの新しいメンバーが入るかもしれない。新しい同居人が来るかもしれない <laughs> ということですね。ということでございます。はい。そういったシンプルなご報告でございましたんで、これからも赤星マシマシ TV よろしくお願いいたします。以上です。